はい、じゃあ今回は2020年2月7日ワンチャンピオンシップインドネシア、ジャカルタ大会の、日本人3選手について動画を撮っていこうと思います。はい、自分がチョイスしたのはムエタイフライ級サバス・マイケル VS 内藤大輝選手ですね。内藤選手はシュートボクシングのチャンピオンで1-2連勝中、今回勝てばこう3連勝で、サバス・マイケルは、まあゴリゴリのムエタイファイターみたいなイメージですね。はい、まあ結果は3-0で、内藤選手が勝ったんだけど、1ラウンド目はすごくこう手を焼いてたイメージがあります。はい、やっぱリーチがそのサバス・マイケルがあって遠い距離で戦っていて、こう1ラウンド目はやっぱり自分はサバス・マイケルのラウンドだなと思って、まあ遠い距離からこう、まあ多分1ラウンド目なので、距離感見たりっていうのも含めて、まあ、ポイントというか、うん、イメージはこのサバス・マイケルの方が取っていたと思います。はい、で自分なんだろうな、2ラウンドも3ラウンドもなんか全体的にやっぱそのサバス・マイケルの強さが、出たなと、すごく内藤選手はやりにくかったんだろうなと思ってはいたんだけど、2ラウンド目に、まあ多分練習してたんでしょうね、ストレートがドンピシャでパチンって当たってダウンで、3ラウンド目も同じようにストレートを当てて、全く同じストレートですね、2ラウンド目も3ラウンド目も、右を出しながら、左下にこう頭を下げて、まあ自分がこう安全な状態で顎を浮いてパチンじゃなくて顎を引いてしっかり斜めに頭を振りながらパチンとストレートを当ててダウン、これ本当にもう練習してたものが出たんじゃないかなと、はい、自分は思います。はい、でまあそれで2ラウンドと3ラウンドにパンチ右ストレートでダウンを取って判定勝ち、ちょっと流れ的にはあっちの流れなのかなと思っていたので、ちょっとびっくりしたっておかしいけど、うん、よかったですね、ダウン取れて勝ててよかったっすね。はい、で、ここからが、質問、内藤選手は相手の前進を止めるために戦略的にカーフキック、関節蹴り、ダッキングからの右方向へのステップが印象的だったが、同じように前に出て圧力をかけてくるロッタンに対しても通用するのか、現時点でロッタンと戦ったらどうなるのかって、まあ南さんから質問をいただいているんですけど、ロッタンでしょ、厳しいと思うな。なんかロッタンが負けるイメージがつかないんだよな、あんまり。うん、あの右ストレートガツンってもらっても来い来い来いってやる気がする、ロッタンがね。うん、で結局、まあ、ロッタンタイムじゃないけど、こうロッタンがどん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 圧力をかけてパンチで打ち合いをして、うん、ロッタンが取っちゃうんじゃないかなっていうのは、うん、自分の中の想像なので、こうロッタンが他に負けるイメージがつかないから、それこそね、やっぱ天心君とやったらどうなるんだろうっていうのは常々思いますね。はい、なのでちょっともう分かんない、 やってほしい、やってみてほしいけど、内藤選手がロッタンに挑む姿、どうロッタンを攻略するのかを自分は見たいです。はい、はい、次の試合ですね、平田樹選手対クローリー選手の試合です。結果から言うと3ラウンド TKO、まあ、レフリーストップですね、パウンドアウトで平田選手が勝ちました。1ラウンド目はこう平田選手も打撃やるのかなと思ったんだけど、やっぱりこうクローリーがすごく強い打撃が、うん、でなかなかこ うまくいかなくて、
平田選手の打撃を当てられなくてクローリーの打撃をもらうっていう展開が続いたので、まあ自分のこう引き出しを別の引き出しを開けて、まあタックルから組みついて投げて、でグラウンド状態でボコボコにするみたいな感じがありましたね。まあ決めも狙いながら殴ってもいたし、ちょっとだけミスはあったと思うけど、そんなになんかミスなく平田選手が、勝ち切ったのかなと、はい、思います。横三角もやってたしアームロックもやってたし、こういろいろやっぱパウンドアウトだけじゃなくて関節技でも取るぞっていうのがあったので、クローリーからすればすごくもう寝かされたら終わりだなみたいな感じになるんじゃないかなと、思いました。で平田選手のいいところというかストロングポイントは、投げなんだけど、投げを、正面で組みつい正面でというか立ったまんま組みついて捕まえて投げることももちろんできるんだけど、タックルからそれをつなげていくというか、タックル、まあ、膝つかないタックルで失敗しても無理やり相手に組みついて片腕だけでも持ってたらブンって投げちゃうみたいな、なんだろうな、三浦選手そうなのかな、三浦彩香選手もそうなのかな、なんか柔道してない感じ、レスリングとタックル、レスリングと柔道の投げをこううまく混ぜているので、これだとねやっぱ遠いところからバーってタックル行っても最悪こう押し込んじゃえば、投げれるぞという強みがあるから、そこがうまく今回の試合は特にハマったかなと、はい、思います。圧勝でしたね。2ラウンド目特にこうボコ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 殴ってこれで終わるんじゃないかと思ったら、まあ時間が過ぎてとかタイムアップで、で3ラウンド目はしっかり決めきる強さがあるので、すごくやっぱこう花のある若くて花のあるフィニッシュ力もあるいい選手だなと思います。計量システム尿比率についてですね、ワンチャンピオンシップは、例えばですけど自分の階級でいうと 52.2 キロまで落とさずに、その1個上の階級 56.7 の体重を2日かな2日クリアして、それだけじゃなくて、尿の比率を測って、というのはまあ濃くならない、尿が濃くなるってことはまあ、体内に水分がそんなに少ないっていう状態だから、それでまあ尿検査をして、それで、クリアできれば2日ぐらい計量してクリアできれば当日試合を迎えるみたいな感じなんですね。まあワンだけかなこういう計量の仕方するの、多分ねワンはね、それで1回死人が出ちゃったんですよね。こう体重を落とすって頑張ってる選手が死んじゃったんだよね多分、何年か前なんだよな、多分ワンだと思います。はい、まあ、それもあってこう計量の仕方を変えて、その数日に分けて、あと尿比率尿酸値だったりを測るっていう計量の仕方はですね、だからまあ水抜きさせないために、水抜きが一番やっぱ危ないので、水抜きさせないためにそれをやってます。はい、で平田選手は今回こう体重はクリアできたんだけど、その尿比率に引っかかったと。だから言ったら、4キロぐらいかな、さあ元々の体重より4キロ重い階級で試合をしているので、これは4キロの水抜きは危険だぞという尿が出たってことですよね。まあ計量オーバーっていう言葉が正しくはないんだけど、まあ言ったらそれに近い状態でキャッチウェイトで試合をしました。まあなんだろうな、本人も試合後にすぐマイクで言ったり控え室の映像を見て言ってたんだけど、やっぱ
試合を受けてくれた選手どうもありがとうございますって、自分は落とせなくて申し訳ないですっていうのを言っていたので、まあまあ、ね、自分の、動画でも、軽量オーバーについて話をしています、はい、今回だから特殊なので体重が落とせないじゃなくてその尿比率がクリアできないっていうちょっと特殊な例なので、まあ分かんないですけど、でもまあ契約したこと、をクリアできないのであればまあまあよくはないんだろうなと、思います。はい、次の質問です。平田いつき選手はスタンプに勝てるのか。スタンプフェアティックス、強いですよね。ムエタイとキックでワンのチャンピオンになってて、今 MMA で3連勝中かな、4連勝中かな、ですごくイケイケのファイターですよね。ズバリ勝てると思います。はい、やっぱスタンプは寝技に穴があるし、その平田いつき選手が、打たれ弱いイメージもないので、今回みたいに強い打撃をもらってでもバババババッと組みついて押し込んじゃえば、まあ、今回の試合より全然苦戦するとは思うんだけど、スタンプを投げちゃって寝技で殴るか決めるかするんじゃないかなと思うので、その試合はね本当に見たいですね。どっちもアグレッシブなファイターだし、注目度の高い選手たちなので、ぜひ実現させてもらいたいです。で、自分は平田いつき選手が勝つと予想します。はい、最後、平田いつき選手のいい意味でのヒールっぽさは世界に受けるのか。体重オーバーから TKO でダンスして喜ぶ日本人はこれまであまりいなかった印象ですが、と、いなかったんじゃないですか、日本人で。ヒールっぽいですよね、確かにね。やってやったぜみたいな、その1ラウンド目のインターバル、2ラウンド目のインターバルでもこうダンスを見せる、で、まあ、試合勝ってもダンスする、その前にお前軽量オーバーしてるだろう、まあ軽量オーバーではないけど尿比率オーバーしてるだろうっていうのがあるってことですよね。それはね思いますよ、やっぱ思うことはあるよそれは。でもなんだろうな、もう自分の考えが古いんじゃないかなって最近こう思ってきてて、ね、今の時代のね、20歳ぐらいの選手ですね、平田いつきって。だからいいんじゃないですか。まあ自分のジムの選手がこれだったら俺は許さないと思うけど、でもやっぱ見てるファンが面白いこいつとか、何だろう、どうでもいい選手が一番こう良くないと思うんですよね、自分は。良くも悪くも注目される、ヒールっていうのもやっぱ注目されるし、ベビーフェイスも注目されるし、その他が一番こう良くないというか、グッドもバットもつかないみたいな。でも今回の平田選手はきっとグッドもバットもついてる選手だと思うんですね。普通に何もなく普通に勝ってればグッドが例えばですけど80ついたとしても、今回その尿酸値オーバーしたことによってグッドが80バットが20で結局100人の人に評価をしてもらえるっていうのは、まあ、プロとしてはプロとしてはね、戦うプロとしてはその尿酸値が基準に達しなかったのはあれなんだけど、こうことなんつったらいいんだろうな、人に見てもらう、表現者というか、
としてはまあいいんじゃないですかね。だからそういう選手を見たことがないっていうのが一番素晴らしいことじゃないかなと、うん、思います、はい。まあ、自分の選手だったらそうは言わないけど、あの見てる分にはすごく、うん、面白かったというか、おいおいおいっても思うし、うん、まあ、それも含めて彼女の勝ちなんだと思います。はい、素晴らしい試合でした。次ね、面白い、あの例えば BB メイ選手だったりスタンプ選手と試合をするのを楽しみにしてます。はい、最後、松島小由美選手 VS キム選手ですね。まあ、これはもうこれもハラハラした。うん、松島選手はね、やっぱりもともとイケイケのスタイルで、でタイトルマッチも一度やったんだけど、こう後半失速してしまって、うわ惜しかったなとかって思ったのがあって、で今日も、あ今回も、数ヶ月ぶりの試合で、うん、どうなるかなと思って、見てたんだけど、やっぱすごくこうアグレッシブなんだね。あんま、それこそチーム仲いじゃないけど、あんまこうジャブジャブジャブで探って探って何かを出すというよりは、ブワーッといきなり攻めて、で、まあ、結果パウンドアウトしたんだけど、やっぱレスリングも混ぜるし、レスリングもうまいし打撃もうまいし、それをもう上手にこう MMA に落とし込んでるというか、うん、怖いと思うんです、相手からすれば、うん、なんか、うん、いきなり飛んでくるとか、いきなりこう銃の力で撃ってくる感じなので、うん、すごく見てて面白いし、うん、前回の負けをちゃんと払拭したんじゃないかなって思います、はい。ただ今回1ラウンド目かな2ラウンド目かな、なんか1回こうあやばいって思ったところもあったので、でも最後しっかりこうストレート当ててパウンドアウト、3ラウンドだね、うん、ストレート当ててパウンドアウトできたのは本当素晴らしいと思います。だからもう後半に行くにつれて、だんだんこう相手がこう上り調子になってきて、松島選手が下がるのかなと見せかけパコーンって KO したので、うん、その、まあ、右ストレートも普通に出したというよりは、まあ、今までのこうタックルが効いてるので、下にフェイント出しながら上で打つみたいな、だから相手はもうタックル、ああタックルだなと思って下げたところにバチン右のパンチもらって、うん、パウンドアウトしていました。だから、スタミナ面ではちょっと心配かもしれないけど、でもこう今回の試合ですごく自信を持ったり克服できたんじゃないかなと、はい、思います。すごく今後も期待してますね。タイトルこそ取れなかったものの、あとね 2,3 人ぶっ飛ばせばまた見えてくるだろうし、その時にまた進化した状態で相手と対峙する松島選手を見たいです、はい。でここからが質問です、松島小由美選手はワンの基準に合わせてかなりアグレッシブなスタイルを取っていたと思うが、このスタイルはどう思いますか。もうさっきも言ったようにやっぱラカイっぽい、ラカイがすごくワンに合ってると思うんですよね。攻め方だったりこう見せ方だったり、なのでラカイの選手はチャンピオンたくさん出てるし、有名な選手がいっぱいいる、ワンで活躍してる選手がいっぱいいるので、うん、日本人なのにラカイっぽいと思うので、すごく本当に南さんが言うようにこうワンに合わせた戦い方なのかなと、うん、まあ、意外とこうパンクラスで試合してた時も結構イケイケではあったんだけど、うん、すごくやっぱこう怖さを感じますよね、うん、なのでワンで勝ち抜くというか生き抜く戦い方だと思うので、うん、期待しかないですね、はい。
だから1で良かったなって思いますね。うん、そんな感じですかね今回は。はい、ということで、2020年2月7日ワンチャンピオンシップインドネシアジャカルタ大会の、感想を、3選手の感想を述べさせていただきました。ありがとうございました。